わかんない。なんだよそれ。はい、皆さんこんばんは。はいはい、どうも。はい、お世話になります、ね。丸散歩の時間です。よろしくお願いします。はい、はいはい、どうも。どうも。はい、真ん中いないね。今日はね、ゲストいません、ね、今回。なんで、どうした。あのね、とうとう尽きたか。尽きた、尽きたっていうの。尽きたか。違うの、うん、あのね、おい、あなたはいいじゃん、順繰りってんだから。じゃあですよ、今回ね、はい、あとね、年内3回あるんですけど、あと2回はね、うん、もうね、ゲスト決まっちゃってるんですよ。うん、あ、そう。このタイミングでないと、この1年間の振り返りができないので、うん。たくさんあるよ、振り返ること。いっぱいある？いっぱいある、もう反省ばっかだよ。反省じゃねえか、振り返り、まあ確かにね。すべて反省だよ。そうなんですよ、反省なんですよね。今年1年反省だよ、ほぼ。ほぼ？ほぼ。何反省？もういろいろ。いろいろか、おい。いろんなことがありました。ありましたよ。だからね、この1年ね、うん、まあ、まあ、なんだろう、僕は。あんたに風邪移されて。いやいやいや、移されて、最近だし、最近だし、移してねえしな。2週間寝込みましたから。じゃ、俺じゃねえぜ、だから、違う。インフルじゃないでしょ、インフルじゃないってここで言うのもおかしいけども。違う、インフルじゃない、ね。違うでしょ、うん、違う、ね。違うんですよ。うん、そうなの。そう。でね、実際僕らもほら、いろいろあちこち行ったし、うん、ね、イベントもありましたし。そう、行ったよね。やっぱ丸サポに行ったよね。そう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 。うん、出張もしましたしね。うん、したで今年1年ね、うん、じゃあこの丸三本ね、うん、ゲストまあいっぱい来ましたよ。うん、ね、鈴鹿翔さん4回出てくれて、さてば河合くんも4回出てくれてからね。割合で言ったらね。こ、う、れ、ん、で今日はとうとう尽きたと。尽きたと。尽きたっていうのは、そうなんですよ。ゲストが尽きちゃった。じゃあまだね、それ僕鈴鹿翔さんまだ行ってないんですよ。俺も行ってないよ。そう、だからね、行かなきゃ行かなきゃと思ってて。そう、今日はハンバーグ食べちゃったもんでな、俺。おい、アンパン食いっけ、アンパン。アンパン出んな。アンパン出ないで。アンパンイベントだからね。まあ、ただね、ね、ちょっと、なんだろう、知り合いの人たちもね、うん、行きたいなっていうの言ってたんでね、そうそう、ぜひね、行っていただけたらなと思って。そう、行ってもらいたいね、あれは。そう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 、美味しいからね。そう、美味しい。まあ、あんだけ言っててまずいっていうことはないでしょうけどね。本当うまい。前回もね、あんだけ言ってた。あと、ハットルさんのマカロンね。またマカロン？またの？今年、今年年中マカロンじゃん。今年推しだよ。今年、本当推してるけどね。マカロン推しだよ。最高。コメント来てます。はい。クラブハックルさん、尽きた。尽きたじゃないの。やっぱし。尽きたじゃないの。そうか。でもね、やっぱね、あの、4月までは、うん、今年のね、4月まではね、週に、あ、月2回だったの。あ、そうか、2週間に1回。そうか、2週間に1回か。2週間に1回だったの。うん、で、4月から毎週だったら、毎週、ね。毎週はね、大変、やっぱり。あ、だもんね、順繰り順繰りになっちゃう。そう、順繰りになっちゃう。順繰り言うな。じゃあ、あのね、一番はね、あんたの脱線で、番組閉まんねえの、25分で。だから次に持ち越すの、内容が。俺のせい。持ち越すよ、もう。俺のせいか。だって、お前、脱線しまくりじゃねえかよ、お前。鈴鹿翔さんのなんてさ、あれだよ、パリって話ほとんど入ってこないからね。実はね、俺、今日ね、この後また番組出るんですよ。番組出る？ひっちゃかめっちゃかだよ、もうきっと、ね。あ、そう、うん。きっとですよ。あ、そう。そうなると。あれですか、うん、前回同様、サイコロの。そう、サイコロのね。トークですか。何が出るからね。あ、何が出るから。そう。大丈夫かな、今日もサイコロちゃんと転がると思いますけど。P ばっかだと思うよ。P ばっか。言えないようなことばっかだから。P ばっかだと思う。きっとね。P ばっかですね。P ばっかだよ。うん、でもね、そうそうそう。だからね、うん、今年ね、最後ね、やっぱりゲストで。ゲスト出るの最後じゃないの？誰、俺？うん。ハックルさんで。俺ゲスト？ゲストだろ、お前バカじゃねえのか。うん、俺ゲストじゃねえ。ゲストだろ？デブ、ハックルデブチャンネルじゃないの？無理やり言ったな、お前。違うな。そう、ゲストで今日出させてもらいますよ。うん、だから楽しみですよね。うん、だ僕だって丸さんってゲストだからね、俺は。お前、実はバカ野郎ゲストじゃねえよ、お前どんだけいいんだよ、お前。毎週ゲストだから。毎週ゲストっておかしいけど、本当に。ゲストのフォローゲストみたいな、ね。毎週出てますから。そうだよ。そう。で、まあ、でもね、逆にね、うん、トムさん出るようになってからね、いろんな人出てくれてね。いやいや、そんなことないですよ。うん、あなたほど儲かってないですから。いやいや、金出すな、金出すな。儲かってねえんだってだから。おかしいんだから。あなたほど儲かってないですからね。いやいや、本当にね。だって今年はね、振り返りはね、うん、そもそもね、うん、動かしシャツも初めて作りましたからね。おお、それで儲かったじゃん、あんた。儲かってねえって、だから儲かった話。また儲け話か、儲かった話じゃねえの。作ったって話なの。一年振り返りだな。もう全部儲け話ばっかりじゃん、ふじゃ。違う違う。俺は反省で、まるちゃん儲け話だよ。違う、反省ですよ。うん、いやいや、でもね、それもう作ろうって言っててね、河合くんに4回言ってた。ごめんなさいってよ、儲かりすぎてごめんなさいって。うん、本当にごめんなさい。違う、儲かってねえって言うんだよ、だからよ。儲かってねえんだよ、儲かってたらもうちょっとこう、金ピリ、じゃらじゃらしてね、なりきみたいになってるわけですよ。なってないでしょ、うん、本当に。あんた面白いね。面白いじゃねえよ、お前。あんた面白いんじゃねえよ。だからね、今回もね、グダグダなんですってば。結局25分終わっちゃうからね。そうそう。でもね、うん、こんな話でちょっと、ウォーガシャツに関しては、またね、次のパターンもね、考えながらで。また儲かる。いや、違う、儲かるんじゃないの。次のパターンもね。アパレル系だよ。アパレル系じゃねえんだよ、だから。アパレル系だよ、あんた。だからね、だから最近ね、やっぱりね、ちょっと、他人から言われるのが、うん、この子供のね、サッカーの
お母さんもふとね、うん、出てると、たまたまその YouTube で多分見かけたんでしょうね、うん、出てると、お宅の旦那出てると嫁に言ったらしくて、あ、なんか出てるじゃないの、そうそう、なんかじゃねえよ、何も出てねえよお前、マリちゃんが出てるってことね、そう、俺が出てるってこと、有名人じゃん、といやだからね、俺のこと言わないっけ、いや、デブさん出てるって言わなかったあんたデブさん有名って言うページに言ってるけどうちの小僧のお母さん知らないからね、あ、そうなの、そう、うんだ、知らねえのかデブヤを、本当にモグリだな、ほいじゃん、モグリ、まあその界隈じゃねその界隈じゃ有名ですけど、まあね、だからね、そうで、その話になって、うん、だけど内容見てると、うん、絵のことが全く出てこないみたいなやっぱアパレル系だな、あの人は なんなんでしょうみたいな、そう、やっぱアパレル系だなったね、あの、そのお母さん言ってたもん、喋れるんですねみたいないやあんた話し方って言ってやるよ立派な話し方って、話し方じゃないの本当に、ね、だからね、大喜利やる、じゃあ何が大喜利やる、大喜利やらねえよ3つかまたカレーの新メニューはとか、また、うん、カレーの新、でね、あ、何、うん、コメント、はい、天野さんから、はい、丸さん今年も儲かりましたね、儲かってねって言ってたからクソ儲かったからね、あんたよ、クソ儲かってるからね、その手が多い、もうね、豪快が多いな本当に、もういいよ言っちゃいな、いいな、儲かったってバカ野郎クソ儲かってよって今年の番付乗るよって、乗らねえよどんなだだからね、高額納税者で、そうじゃないのだからいろいろやらせてもらって、うん、でね、今回ね、うん、実は一回アンプティサッカー、おお、行ったね、一緒に行ったんですよ、いつの話よそれ、もうね、かれこれね、6月、半年ぐらいね、土砂降りだった、ね、土砂降りだった、梅雨時ね、うん、でね、だけどあの試合の時晴れたね、そう、まあそればっかりしょう、晴れたっていうか、まあまたそればっかりはしょうがねえな、これな、しょうがねえな、これはな、データなくそ儲かってるしよ、本当にどうしようもないな、そう、でね、ムカつくわ、ほんとにそれで、実際にフェイスブックでちょっと上げたんですけど、動画をね、実際、アンプティの関係で流そうかなと思ったら、流さないまま、もう年のせいになっちゃいまして、番組で流そうよって言ってたんだけど、もう次のアンプティ始まっちゃうよ、そう、もう始まっちゃってるの、始まっちゃってるなんで、それをね、ちょっとね、今回ね、番組振り返りながらね、おいいじゃん、ちょっとアンプティをね、あ、これね、言ったのが、僕と、うん、デブさんとマキちゃん、そう、3人で行ったんですよ、うん、で、ヤイズ TV クルーで、そうだね、そう、うん、なんでね、そちらの模様をね、うん、マキちゃんがね、一応マキちゃん撮ってくれて、あ、そう、キュッとしてくれたんですよ、キュッとね、キュッと、自分のボディはキュッとしてないのにテープはキュッとしてる、テープじゃねえな、映像はテープって古いよ、ね、映像はキュッとしてる、映像ね、なんでね、キュッとまとめてくれたんで、ね、そう、キュッとまとめてくれたんで、うん、そちらの方ね、ボンキュッボンで、ボンキュッボンで、うん、ボンボンボンなのね、あれダランダランダランじゃなくて、そう、うん、なんでね、そちらをね、今ですね、上げていただいて、ちょっと振り返ろうかな、振り返りましょう、ちょっと、その前にね、天野さんコメント来てまして、丸さん冬物の商品はまだですか、出さねえってんだよ、だからアパレルじゃねえの、あ、始まりました、アパレル、ほら、雨だったんですよ、この時、そう、雨結構降ったっけね、梅雨時だもんね、確かね、梅雨時すごいよね、でもこれ、ね、雨でもうああやってちゃんと、あんたお会いしてるじゃん、してますよ、ね、なんか見てください、こんなびしゃびしゃの中やるんですよ、すごいよね、うん、そう、ボール止まっちゃうし、もううまくいかないじゃん、ボールがね、ちょ、これ、やっぱ水溜りがすごかったんだよ、雨降って、この時、試合前もすごい降ってたんだよね、降ってた、そう、土砂降りだよね、そう、土砂降りだった、うわ、すごいな、これは本当にすごかった、やっぱ感動したね、うん、ねえ、で、これ健常者も入ってるんだよね、うん、健常者の人数足りなくて入ってる時は片足を使わないとか、うん、腕をしまうとかして、うん、健常者も入ってるんだよ、うん、これ梅さんね、梅ちゃんだ、うん、そうなんですよ、あったな、そう、本当にもやっぱりすごかった、うん、本当試合が始まるそのちょっと前だもんね、そう、雨が上がってね、もういいね、練習してるわけじゃん、うん、うまいじゃん、あんたリフティング3回でしょ、あのね、サッカー部の、そうなの、そうなんだけど、お前言っとくけど、CP だろ、お前な、リフティングみんなな、うん、みんな掃除でな、うん、旋回できるわけじゃないの、そうなの、最初の1回で落とすこともあるし、最初の100回で落とすかもしれない、分かんないの、たまたま3回なの、その時は、サッカー部っていうか、ちっちゃく2人見てたらダメだもんね、ほら、もうこの時点で雨止んでる、もう止んでるよね、まあ、僕の力ですかね、ああ、ここ、またこう、ね、なんか偉そうに、これも若杉さん、若杉さんが。ねえ、やっぱね、アンプティの現場に行かないとその雰囲気伝わらないですよね、これ富士だよね、富士富士の宮か、富士の宮か、板金出てます、貝割れ板金、で、この時はね、雨止んでグラウンドの水たまりがね、あんまないんですよ、なかったっていう、そうそう、もう減っちゃったんだよね、そうあの子すごかったね、若い子、若い子ね、ねえ、あの子この間、フェイスブック上げてまたなんか出たのかな、記事かなんか出たのかな、本当に、うん、そう、
なんであんたにちょびちょび出てるの。いやいやいや、こういうボールの扱い方ですよって説明ですよ、説明。サッカー部だからね。サッカー部ですから。キャプテンだからね、元ね。元ね。うん、CP だな、キャプテン。CP じゃん。CP じゃない。キャプテン、キャプテン。やっぱね、これね、普通のサッカーと違って、やっぱね、難しいですよ、つなげるのが。すごいね、でもそのボールを蹴った時のスピードとかさ、そう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 、すごい蹴るタイミングとかすごかった、すごいよね。そう、これで歩くことすらできなかったからね。できない、やらせてもらったけどさ、そうね、やっぱり見ての通り片足ないわけじゃないですか。これでサッカーやるとね、やっぱね、任せてやってるとバカですったけど、すごいと思う。本当だよね。そうこれ、ね、やったら分かるけど、この移動が半端ないんですよ。この松葉杖の移動がね、半端ない。しかもね、これで競るからね、うん、ヘディングとかもするしさ。そう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 。で、これが惜しかったんですよ。痛かったね、これ。だってね、これでこんだけ広いからね、コート。やばいよね。そう。これなんで、イングはそれやっぱこの13人より長いんじゃないですか。長いんですか。こうやって激しいっすよ、ガシャ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 見てもらえたらね。喋りなかったね。そうなんですよ、でもね、すごい。もちろんね、プレイヤーもそうなんですけど、助けてるっていうかね、会場を作ったりとか、ね、まあ原さんもいましたけど、やっぱね、会場でドローン飛んだりすごい、やっぱそういうアンプティ、これ惜しかった、惜しかったの、このヘディングも惜しかった、惜しかった、これ惜しかったの、これインタビューで勝ったんだけどね、なかなかね、難しい。これもね、本当にね、うん、打った瞬間外れてるの分かるからね、コースで。そうだよね。そう。でも普通にやって、杖の上に足を置いてね、すごいんですよ、うん。そうなんです。こんな感じでね、こんな感じで、マキちゃんが。分かっていただけましたかね。そう、分かっていただけました。マキちゃんがね、こんな形でまとめてくれまして。うん、何や。いやいや、いい出来ですよ、本当に。全然いいですよ。全然全然。でね、コメントが入ってまして、マリコさん、あ、ヤギマリコさんから。ああ、マリちゃんね。ボディギュッとさせますよ、だって。それはマキちゃんに言って、そうそう、本当に。あ、俺もやべえな。ボディギュッとさせる。で、で天野さんが初めて言いました。良い勉強になりました。あ、アンプティ？うん、アンプティ。良い勉強って、良い勉強になったのかな？勉強、勉強だよ、うん。そう。で、アンプティはね、やっぱりね、僕サッカーやった人間から言うと、やっぱね、片足でボール蹴るってね、結構っていうかね、無理。でもリフティング3回だよ。そうなの、でも3回だよ。うぜえよ、だからよ。次が出ちゃった。でも上手い人、アンプティの人は多分、3回余裕でできるだろうね。いけると思うよ。うん、ただね、やっぱりね、フィールドもそうですけど、キーパーもね、うん、手がないので、ああ、そうだよね。シュートコースの切り方もね、うん、真ん中にいたら、普通キーパーだと届くんだけど、うん、切り方がやっぱりない方の手を切って、こういかなきゃいけないかったりとか ね、 そうだよね。やっぱ難しいのがあるんだよね。うん、だからそういうのも。やっぱね、こういう言い方は悪いんだけど、健常者とやっぱ全然違うんだよね。違う違う。でもすごいよ。でもね、健常者と違うのに、すごい明るくサッカーしてるんですよ。うん、本当にこれすごいなと思って、うん、すごい、うん、感動するよね、やっぱね、うん、で全然和気あいあいとしながらやってたしね、うん、そう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 、ただやっぱり疲れるだろうなと思って見てましたもんね、疲れると思うよ、うん、ね、まあね、トモさんのねボール蹴るシーンもありましたけど、くじかなくてよかったですけどね。俺膝痛いからね、うん、また膝痛いとかつれいたたたたってなんなきゃよかったけどね、痛たたたなっちゃう、本当に、そうそうそう、保険で払ってもらえると思うね。丸山保険で。何その保険、おかしいな、あ、儲かってるな、儲かってるわけねえじゃねえ、アパレル系だからね、アパレル系じゃねえって言ってんだよ。そういうこと言うから俺何やか分かんねえって話だからよ。いいアパレルでも、アパレル意味が分かんねえ、アパレルで、お前動かしたつ一種類しかないじゃん、アパレルっておかしいだろ、何でもやるだろ、何でもやりたいなと、毎年やるな、もうこれから、じゃやりたいなと思いますけど、うん、まだちょっとね、それ分かんねえ、いやすごいな、もうね、うん、これは、これが、これが6月の話です、うん、6月言ったら、うん、ね、次はね、6月、いいよな、次はもう自分のこと言いなさいよ、そんなこと言うなら。まあ実際ね、この前にもね、まあ6月、アンプティも行きましたけど、うん、実際ね、トモさんとはベーカリーもね、一緒にやったりとか、そうだね、ベーカリーも3月やりましたけど、ったよね、みんなのところでね。レンが回ったりとか、うん、で、当然ね、みんなそれぞれ、なんだろう、昔よりも忙しくなってきちゃったんだよね。忙しいね、本当に。あんただけだよね、忙しいのは。いや、僕はね、
貧乏暇なしですから。本当にクソ儲かってる。コツ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 。もう儲かってる話やめるか。そうだよね。そうだよね。儲かってねえんだよ。お前儲かってる話やめるかって儲かってねえんだよ。高額納税だからね。そういう言い方すんじゃねえよ。乗りよきっとで。乗らねえよ。マジかじゃねえよ。お前乗らねえの分かっててマジかって言うんじゃないよ、本当に。バカ野郎。似顔絵でもぼったくって。ぼったくってって言うんじゃないよ。語弊があるんだよ、ぼったくって言ってたね。昔でもぼったくって。まあでも、今年はどうですか？僕のことはいいですけど、うん、あなた新メニューとかさ、例えば、うん。どうだったんですか？新メニュー作ってもさ、映えないじゃん、俺。映えないじゃん。ね？映えないじゃん。今年の新メニュー何？今年の新メニューなんだろう。覚えてねえし。うん、トルティーヤ？お、トルティーヤね。トルティーヤがまたバカウケでさ。ウケてる？うん、あれは美味しいよ。あ、本当に？食べたことないか、あんた。いや、あるけど、うん、バカウケてるっていうほど見ない。そういう時はさ、そうだよねって言うんだよ、この番組上。焼肉サンドとかよく出てるのは見るけど、うん、トルティーヤ。デブサンドがやっぱ一番出てる。お、デブサンド？焼肉じゃないんだ。うん、デブサンドが一番だね。あ、うん、やっぱあれ定番商品だもんね。そう、デブサンドは、ほんとおかげさまで出てるね。出てるってもそんな儲からないけどね、俺は。いや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 、だから、メニューもね、いろいろ、うん、まあ、トリティアもそうですし、デブサンドですしね、飲み屋さんもやってますけど、やっぱ掃除で大体デブサンドだよね。そう、やっぱみんなデブサンド買うね。フランクとかじゃないもんね。うん、フランクモデルだけど、やっぱどっちかっていうとデブサンドかな。うん、玉線はぼちぼちでしょ。玉線はね、面白いもんで、西へ行くと受けるんだよ。あー、やっぱエリアなの？そう、玉線はね、名古屋が発祥なんだよね。で、名古屋行ったこともあるし、やっぱ浜松とかそういうところ行ったこともあるんだけど、ずーしいで本場で売るって。そうだよ、だ出るだよ、それが本場で、うん、四日市でも出た、ものすごい出たんだから。おそう、うん、あ、玉線だって来るんだよ。だって名古屋本場だったら名古屋であるでしょ。う、うん、あるんだけど、なんだろうね、わかんないけどすごい出た。へー、うん、だから卵なくなっちゃって、マルちゃんに頼もうと思ったんだもん、四日市で。またかお前、うん、買いに行けねえっすよ、四日市まで。よ、四日市来てよって。バカじゃねえよ、近く行けよ。ほんとマジで、この間もさ、それこそあの、うん、この間の日曜日か、うん、あの鍵川のケットライチっていうのね。あ、ケットライチあったね。そう、お世話になったね、うん、その時もやっぱ玉線が出たね。ケットライチすごい混んだんですよ。ものすごかったよ、ケットライチ。あ、だって1年に全国って書いてあるね。そう、全国、あの鍵川のケットライチっていうのは毎月、うん、第3だか第2の土曜日だか日曜日やってるんだけど、その全国っていうのはやっぱ1年に1回なのかな。うん、ものすごい来たね。キッチンカーの数も100台ぐらい、100超えてたね。また儲かる話を持ってるじゃないですか。儲かる、儲かりそうな感じだな。儲かるっつよ。全然儲かんないですよ。なんでだよ、儲かるだろうよ。材料がなくなっちゃってね。売れちゃったじゃん、じゃあ。完売だよ。あ、マジで？皆さん完売。え、みんな？うん、ほぼ完売の店が多かったね、もう。へぇ。うんとね、終了が13時だったんだよ、1時か。うん。うん、何時から？9時。9時から13時まで。そう、それで、一応その時間だったんだけど、その終了時間前にもう完売だったね。へー、うん、じゃあすごい人来たんだね。そう、俺も材料持ってかな、そんな持ってかなかったんだよね、俺。だからなめんなっつってんだよ、そうだよな。なめてたって言い方悪いよ、やっぱね、うん、そう、一生懸命やった材料少ねえなんてありえないよ、そんなの。本当に参ったな、あんたには、うん、本当にじゃないよ。あんたには参るよ。参るよじゃない、こっちが参るよ、本当に。でもよかったね、あれはね、うん、で、帰りに、帰りっていうか朝受付してさ、うん、スタッフジャンパーみたいなのもらうんだよね、ケットラー。うんと、レッドみたいなやつでしょ。レッドね、うん、あんたもレッドだけどさ。うるせえよ。ケットライチってのもらう、うん、あれがまた、あ、もらうの、あれ。そう、あ、くれんの、あれ。じゃあ返し行ったんだよ、俺、うん、そしたらいいよって。なあれ、みんなにくれるの。みんなにくれる。へえ、うん、そう、朝さ、デブ屋さんは大きいから一番でかいサイズにしてください、 XL。 あ、天野さんね、天野さんからケットライチね、毎月第3土曜日だ、うん、そう、第3土曜日か、うん、そう、毎月やってるんですよね、あれは。ケットライチ、天野さん行ったことあるのかな。あ、分からんね。え、うん、で、焼津はないんだよね、ケットライチってのね。ないでしょうね、掛川だけでしょ。土曜日なんだって。そう、やってみる。またあんた儲かればいいじゃん、ほしじゃん。やってみるって、俺がなぜやる前提だ。俺ケットライチやる、主催で。主催でやらないよ、もう。いや、ケットライチの後ろで絵描きや。あ、じゃあアパレル系なんだから。アパレル系じゃ、何びっくりしたんだ、アパレル系なんだからって。おかしいだろ、アパレルじゃねえってんだからよ。おかしいんだよ。そうね、面白いね、あれはね。面白い。久々に仕事したよ、俺は。久々に仕事した、うん、真面目に。あ、そう。もう、おしっこ行く暇もなかったね。いやいや、いつもおしっこ我慢して遊び行っちゃうじゃん。あ、そっか、うん。帰ってこねえじゃん。あっち行って、あれ、デブさんいねえけど、まあ、客待ってるけどっていう。今年もさ、その絵は結構あったよね。そうそう、しょっちゅうだよ、それは。しょっちゅうだよ。うん、しょっちゅうだよ。言いすぎしょっちゅうって。そう。もう絶対イベント行けば俺いないからね。楽しんでるね。うん、金庫持って歩くからね、最近、うん。うん。金庫持って全部、ね、両替の金庫持ってて全部買っちゃう。ハッカーさんとかでマカロとか買っちゃうからさ、両替ねえんだから。2日で9個送ったからね、俺。
2日で9個だよマカロン。糖尿病一直線でだからそれ、うん、もう大丈夫だよ、1回ぐらいは大丈夫、1回1回で意味が分かんない、1回ぐらいは。でも美味しいよ、食べたいね、またね。そうやって言ってて、ハグさんもだってもう次のメニューにしてって、来年は今度何ていうか、パンナコッタか、パンナコッタにしてってね、うん、パンナコッタ、うん、コーヒーゼリーも美味しい、コーヒーゼリーも美味しい、ハックルさんのね、あらハックルさんも美味しいだよ俺。本当だよね、ハックルさんのマカロンか、うん、鈴鹿賞のアンパン。あーなるほどね、うん、今年はね。そう、ほんでビンゴのハンバーグ、うん、急に入ったんだビンゴのハンバーグ、今日食いに行っただけだろ、うん、そう、じゃあその前も言ってるで何回か、うん、肉汁がすごいんだったね。あ、そう、うん、あ、あと違う、ふわふわふる言うと思ったっけ今、うん、忘れたんだろうなと。ふわふわふるはもう最初は前期じゃん、前期、前期ね、前期、あのおかげですごいね、うん、お客さん、そうだよ、ね、そうだよ、うん、で俺のとこ何もないからね。まあ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 、俺のとこ来てこないよみんな。何が、みんな来てるじゃん、誰も紹介してくんないよ俺のこと。だってみんなさ、冷やかしに行ってるじゃんお店に、うん、そう、うん、鑑定団とかね、カツ揚げとかね、カツ揚げで、あ、寸劇、今年からじゃ寸劇始まったの。そうだよ、あいつがやり始めたの。あいつって言うな、あいつって、某カリスマがさ、うん、変なことやり始めるもん、ね、そう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 、あれダメだね、演技力ないね、あいつ、あいつ、そう、やつは演技力ないよ、何も笑っちゃうからね。確かにね、ね、あ、そうだっけ、それ流しちゃいけねえ、あ、失敗したっけね、そうだっけ、あれまいいよ、今度カリスマ出ますから、いい、うん、あ、その時流しやれよ、うん、クリスマスに、ほんと下手くそだからあれ、あいつね、三、うん、三流だね、そうだ、三流、三流、四流だよ、あれ四流だよ、うん、半流だよ、うまいこと言ったら顔すんな、うん、どうだって顔すんな言った時に、ほんとに、あんた、あんた今年1年ありがとうね、ありがとうね、ありがとうございますね、ほんとに、うん、まあまだ終わんないですけどね、そうなの、うん、来週、来週もゲスト来ますから、ほんとに、アイちゃん来ますから、お、アイちゃんね、ミルアイちゃん、ミルアイちゃんが魚釣りの、そう、釣りガールが来ますから、うん、いいじゃん、そう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 、俺魚釣りのこと教えてもらおう。いやいやいや、船乗れんの？船は、うん、乗れる。自信がねえじゃん、お前。うん、乗れるって。だってあの、アヒルで酔っちゃうからね、俺。アヒルで酔っちゃうスワン、スワン。あれでしょ？あの、レンゲーちゃんはあれですよ。アヒルって言われてわかんねえよ。スワン、スワン。うん、あ、ハグチョ、スワンじゃない。ハグチョ？うん。まあ、なんでもいいや。白い、こういうやつね。こういうやつ。まあ、まあ、似てるっちゃ似てるけどもさ。うん。本当にね。ごめんね、こんなね、また来年も頼むね、来年もね、また来ますから、うん、よ、私お迎えくださいね、早い、早い、気持ちが、気持ちが早い、早い、早いね、でね、うん、天野さんからね、ケットライチは焼津でできないのかなって。そう、やりたいね、マジで。焼津でやれるってことある？あるよ、商店街、商店街でやるの、うん、やりゃいいよ、勝手に。あんたさ、何のさ、脈絡もなく、うん、何にもアポも取ってないのに言うよね。いいよ、やりゃいいの、やりゃいいの、みんなでやろう、あ、みんなでね、そう、みんなで、どう、何、あの、ロコスタさんでキャブ、バカじゃねえの、あんたでしょ、ロコスタさんはよ、バカじゃねえのかよ、本当に。ねえ、タカちゃんどう？タカちゃんどうじゃない、本当に。本当に。ね、そういうわけでね、うん、今年1年もいろいろありましたけど。本当あって、ありすぎてよ、もう。ね、最後、土壇場で俺締められたからね。風邪移されて、あんたに。違う。だから、何回も。入院するばっかりだったわ。何回もいいけど、移ってねえし、そ、その前から調子悪いから、本当に。そっか。はい。まあいいや、何で。ね、ありがとうね、じゃあ。だから、まだあと2回ありますから。うん、あ、でも1回はね、どのうちクリスマスは来れないからね。うん、お雑煮と、お雑煮食べようよ。お雑煮食べようよ。うん。うん。どこで？ここで。ここで？正月。正月早々。うんと、家庭があるので勘弁してください。いや、あんた家庭帰り見ないな。だから言うんじゃねえ、そういうことよ。そういうこと言うんじゃないよ。離婚になるから、そういうのが。離婚？離婚じゃない、離婚。俺離婚だけどね。うるせえよ、分かったよ、本当によ。そういうわけでね、何、最後告知がございまして。何の告知だよ、もう。私ですね、実はホームページをですね、新しくしまして。おで、一応ですね、また皆さん見ていただければあれなんですけども、どう、また儲かりそうな告知、あれ。やめてもらっていい？見せるか。HP ね、うん。言いたいだけじゃん、HP を。うん、言ってみて、ほいじゃん。ですね。こんな感じでリニューアルしまして、おまぁ、あ、ちょっとね、動画になってて、書いてるとこは絵になってるんですけど、あ、抜けちゃったのか。で、Q のね、丸二工房ドットネットなんですけど、ドットコムになりました。へぇー、うん。その違いは？それクリックすると課金されるやつ。おい、課金はしねえんだってな。おかしいだろ、課金システムはよ、なお。これで儲けよ、何ワンクリックみたいな、お前。詐欺じゃねえか、そんなもん。バカ野郎。俺なんてホームページ告知してねえん、そんな。詐欺扱いだ、お前。バカじゃん。ちゃんと宣伝してよ、ちゃんと。ね、一応ですね、ちょっとね、今回ね、業者さんにお願いして、動画も撮ってもらったりとかして、本格的にちょっとやりまして。動画が流れてるってこと、ほいじゃ、まだ。動画はそう、トップ画面で。これちょっと写真になってますけど、これが実際動画で流れてる。かっこよく流れてる？もしかして。まあ、かっこいいかどうか、ね。あんまかっこよくないな。うるせえよ。まあ、ね、流れてます。で、ね、これさ、ドットコムとない、なんかあるの？意味があるの？あ、ドットネットとね、アカウントが違って、業者さんが新しく取るとね、で、一緒の取れないから、結局ドットコムじゃないと。前のやつは前のやつなんで、もうこれはね、多分ここ2ヶ月ぐらいで、まあ新しいからに移行するので、まずちょっと取ってあるんですけど、多分1月末ぐらいにはこれがなくなって、こっちだけになっちゃうかなと思う。ほー、いつから？じゃあ1月、1月末まで。12月、1月は両方一応存在する。うん、で、1月ぐらいになったら多分これがなくなる。
ブラジルのサーバー経由だから足がつかない。ちゃブラジルのサーバーだけど、俺喋ったことねえよ、ポルトガル語は。知らねえよ、ブラジル人、本当によ。いいよ、片言で。なんか、だから、うるせえよ。片言で大丈夫だよ。個人的な意見だろ、それは。通じる通じる。本当によ。あなた大好きだから。だから、そういうブラジルの話になったら、これ覚えてねえだろ、みんな。だから、ホームページ新しくなったって話なんだよ、本当によ。ちゃんと告知してほしい、あんたね。だからね、皆さんですね。先生告知してある方もあるから。うん。ないよ。マルニ工房 .com になりましたんで、普通にマルニ工房を、多分、マルニ工房で検索すると多分こっち側のドットネットの方いいんだ、フェイスブックで丸山澄子で探しゃいいだろ。まあまあまあ、でもまだ こっちはね、今日言ったんで、これから、告知はさせていただいて、毎回やるのリンク貼ろうかなと。リンク貼っちゃう、リンク貼って、ちょっとリンゴリンゴじゃない、おめえは何兆か声でけえし、リンゴってよ、本当にジジイかあんたは。ああじゃねえよ、ほんとに。はい、いいの終わったの、はい、終わりました、もういいです、もういいです、もうあと皆さん見てください、かわいそう、マルちゃん本当にせっかくね、こうなる結局ね、ブラジルとかね、そんなね、ワンクリック詐欺とかそんな話でね、俺フィリピンだよ、俺はフィリピンじゃん、知らねえよ、フィリピンだって、これでブラジルナンパされたけどね、俺でナンパじゃないじゃんね、あそこ、気持ちの自分それ初だけど、ね、聞けないんだから、だからその話は。はい、そういうわけでですね、もう時間になってまして、もう時間が早いね、コメントだけ、ひろみちお兄さんから、アヒル笑いだって。アヒルね、うん。アヒルね、ごめんなさい、すみません。スワンでした。スワンじゃない、白鳥。白鳥。で、ひろみちおちゃん、丸さん、また儲かる話。儲かる話じゃないのだから。ホームページを新しくしましたって話。ワンクリック、ね、うん、そうしたら儲かるからね、はい。だんだんね。ちょっと前と違ってね、ちょっといろいろ快適ながら。これ、焼きにくい子よ、そうしたら儲かったら。え、何急に、これワンクリックで儲かる。ワンクリックじゃねえっすよね。いいじゃん。お前、そんなこと言われたら見ねえだろ、お前、ワンクリックになるからとか言う。見ねえだろ、ホームページを。おかしいこと、なんだろ、バカ野郎、お前はよ。みんなありがとうだよ。ありがとうじゃねえよ。おい。ね、バカワンクリックで。ワンクリックじゃ、だから、ホームページ当たるくせ、ワンクリック詐欺じゃねえっすってんだ、お前。おかしいだろ、これが。お前、バカじゃねえのか、お前。焼肉をそしたら。焼肉じゃねえんだよ、バカ野郎。バカじゃねえの。本当に最後の最後の、振り返りでワンクリックってバカじゃねえの、本当に。今年の流行語だって。流行語じゃねえ、バカじゃねえのか、お前。ワンチームじゃなくて、ワンクリックであんた。バカじゃねえの、お前。ね、しかも上手に言った顔みたいで、ねえって笑うんじゃないよ、本当によ。はい、そういうわけで、皆さん、今年はお二人でね、振り返りましたけど、うん、まだあと2回あります。まあ、来年も突破しましょう。突破する、判断ね、突破しましょう。突破しましょう、来年もね。ね、ね、うん、まあ、来週もありますし、面白いことやる、その後もやりますから。じゃあ、お雑煮食べようよ。お雑煮ね、お雑煮食べよう。お雑煮食べよう。食べますね、まあね。年越しそばとね。そういうわけで、年越しそばもかよ。そうだよ、一緒に食べよう。はい、そういうわけでね。あんたと親友確率高いからね、最近ね。バカじゃねえの。面倒見切れねえよ、あんたの。本当に。はい、そういうわけでね、番組終わりますから。はい、来年もよろしくお願いします。はい、来年までよろしくお願いします。まあ、今年はまだあと2回ありますね。ぜひね、またお付き合いいただければと思います。はい、ありがとうございます。はい、次の番組ですね。はい、ドムヤキチャンプル、はい、ミーミーと大人の恋愛トーク、ハートということでですね。大人の恋愛トーク、うん。どんなトークになるのやるんですけどね。ごちそうさまでは。楽しみ。ごちそうさまじゃない、本当に。あ、そうか。楽しみだなと思いますので。はい。はい、じゃあ皆さんまたですね、はい、引き続き来週もよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。お世話になりました。お世話になりました、ジャニー。あ、それ。終わってねえから。今年一年ありがとうございます。忘年会とかじゃあ今からやるか、うん、いいよ、パッと行こう、はい、ね、焼肉じゃん。